ブランドン・ウォレスはアメリカ合衆国のバスケットボール選手。秋田ノーザン・ハッピネッツに所属していた。ジョージア州ステーツボロ出身。高校時代はシルバーブラフに所属した。そこでの成績は1ゲームあたり平均21.9ポイント、15.7リバウンド、4.5アシスト、および4.3ブロックを記録した。チームは24勝7敗で州の決勝戦に進出し、 ウォレスは最終クォーターでウィニングショットを記録している。シルバーブラフのチーム史上初のタイトルであった。ウォレスはオーガスタクロニクル氏のプレイヤーオブザイヤーに選出され、マクドナルドのオールアメリカンチームにも選出された。その他の高校時代の受賞は2001年と2002年のレギオン5クラス A プレイヤーオブザイヤーベストディフェンシブプレイヤーがある。ウォレスはメリーランド大学。 オーバーン大学、サウスカロライナ大学からの誘いを受け、サウスカロライナ大学への進学を決めた。サウスカロライナ大学でウォレスは着実にプレーを進化させた。1年生の時には、平均 3.7ppg、3.3rpg、1 0ビット p g 0.6spg を記録した。2年次では、平均 5.7ppg、4.5rpg、 0.9APG、1.0SPG、1.7ビット PG であった。55ブロックとダンクシュート30はチーム最高であった。3年次では平均 7.6PPG、6.1RPG、2.3APG、1.9ビット PG、0.8SPG を記録し、4年次では平均 9.9PPG、9.4RPG、 1.9APG、1.3SPG、2.9ビット PG を記録した。大学時代のブロックショットは249で、当時のサウスイースタンカンファレンスで9位であった。彼はまた、サウスイースタンカンファレンス史上ブロックで5位、リバウンドで6位を記録している。大学時代の成功にもかかわらず、ウォレスは2007年の NBA ドラフトで指名されなかった。 しかし彼は、ボストンセルティックスのサマーリーグチームに誘われた。サマーリーグでの試合の後、セルティックスは2年間で10万ドルという契約を提示した。ウォレスはセルティックスでスモールフォワードとしてプレイし、ダンテ・ジョーンズ、ジャッキー・マヌエルとロースターを争った後、2007から08シーズンのロースターに選出された。しかしながら2007年12月18日、 シーズンイン直前にセルティックスから放出され、プレーすることはなかった。ウォレスは NBA デベロップメントリーグのドラフト2巡目でベーカーズフィールドジャムに指名された。2008年8月4日、ウォレスはトルコのメルシンブユクセイア・ベルディエシと契約した。その後はポーランドのズゴーズレクでプレーし、平均18分で 7.8ppg、5.6rpg を記録。 ポーランドのオールスターチームにも選出された。2009年10月23日には、イスラエルのハッポエルホロンと契約する。2011年、BJ リーグの秋田ノーザンハピネッツと契約したが、負傷のため11月14日に契約解除。ウォレスには2007年11月生まれの息子がいる。彼は2009年8月に、高校時代の恋人と結婚した。ありがとうございます。